皆さんこんにちは、クリアラです。今回の企画はですね、もう個人的にすごい楽しみなんですけど、あの人の、トレーニングと食事を真似してみたいと思います。その人は僕の大好きなコナー・マグレガー。僕はね、格闘技がすごい好きでですね、今回はその中でもコナー・マグレガーの食事と、トレーニングをやってみたいと思います。めちゃくちゃ楽しみですね。ネットフリックスでコナー・マクレーガーの今までのこう生い立ちみたいな、まあ、全部スターになるまでの道とかのテレビも見てたんで、めちゃくちゃ面白いんで、それもぜひチェックしてみてください。もうとりあえずとんでもない選手なんで、まあその人の食事すごい楽しみですね。なんで今日はそれをやりたいと思います。まず最初、はい、上質なお肉を食べる。プロテインは上質なお肉だから、うん、上質なお肉、牛肉だったらグラスフィードビーフだけ、ああ牧草牛みたいなやつね。そう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 、はいはいはい、とかそういうのでだけしか食べないよね。そう、okay? で多分基本的にあんまり調味料そんなに、なんかレモンとか本当にオリーブオイルとかシンプルなものだけで味付けが、そうで大事なのはそれはうちと同じだね。そう、結構一緒、うん、いいよ。で、野菜いっぱい食べる。野菜いっぱい食べる、いいね。で、スナックは基本的にフルーツとかナッツとか、はいはいはい、もうシンプルなもの、はいはい、ヨーグルトとか、はい、炭水化物はたまにしか取らないかな。夜ご飯だったらスイートポテトとか、うん、で、玄米とかも食べるのかな、うん、で、パンだったら全粒粉、うん、をちょっと朝食に食べたりとかもする、はいはい、基本的に炭水化物はあんま食べない。ポイントはお酒が好き。お酒が好きまあね、アイルランド人アイリッシュだからねウォッカ飲みますよね。ウォッカが好きなのかな。あ、ウイスキーじゃない。ウイスキーか、うん、だってウイスキー作ってるからね、自分で。あ、そうなんだ。めちゃくちゃ売れてるよ。へぇ、ってことはこれ、それは普段の練習からも飲んでるってことだよね。飲んでる、うん、そう、だからやっぱり昨日、okay? この間見たネットフリックスとか見てても飲んでたよね、まあ、みんなね。まあ、毎試合後は飲んでたね、絶対にね。まあだから、ほんと試合前とかの本当のめちゃくちゃきつい減量期はもちろんそういうのはやんないけど、普段の食事から今日はやるんで、普段のトレーニング、普段の食事で、普段の食事からそういうことを気使って彼はやってるってことだから。ただお酒と甘いものは食べたり飲んだりするよってことだよね。そう、 OK。 じゃあ今日はお酒を飲まないといけないね。もう全然飲んでないですけど、まあ今日はコナー・マグレガーの日なんで、なりきる日だからね、はい、飲みます。 OK。 あとコーヒーが非常に好き。コーヒーが好き、アメリカので、大事なのはハイドレイト、はい、水をたくさん飲む、はい、そう、はい、ココナッツウォーターも飲みます。 OK。 水をたくさん飲んでコーヒーもめっちゃ飲むと。で、基本的にタンパク質すごい重視してて、あとは野菜を取る。野菜を取る、OK。で、炭水化物はスイートポテトとかで、はい、ポテト、玄米とかで食べる。ちょっと食べるんだよね。そう、そんな大量には食べないで、スナックがフルーツ、ナッツって感じ。はい、すごい簡単で、コーヒー大好き、ウイスキー大好き、うん、で、ダークチョコレート大好き。ダークチョコレート大好き。たまにケーキ食べます、はい、たまにケーキ食べますよし、まあ、今日は食べないけどっていうことで。なるほどね、甘いものは好きなんだね、このマクレガーは。そうだから、彼のなるほど、まあ、体重っていうか脂肪とかはたまに取るケーキから来るっていう感じかな取るケーキが彼の脂肪分だと、唯一の。そうだ、食事ではあんま取らないんだよね、脂肪分は。で、まず最初お水飲みます。水飲む、はい、で、コーヒーとか。コーヒーと水をまず飲むね。そう、 OK。コーヒーと水で、このマクレガーはね、なんかコーヒーがめちゃくちゃ好きで、常にこうマグカップを持ってなんか試合会場行ってるんだよね。そう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 、試合に向かう時か、なんかそれがトレードマークみたいな。でも俺もコーヒー大好きだからね、すごいよかったね。これはすごい。朝は水分補給して、食べたりする前にストレッチして OK? 30分間有酸素、30分間有酸素、ね、走るか縄跳び。食べる前に30分間縄跳びやばベランダで今日は縄跳びやります。外出ないで。朝食の前に水とコーヒーを飲んで、縄跳び30分間で、うん、その前にストレッチかな。そう、
ストレッチして縄跳び30分がね。縄跳び終わりました。いやーきつい。30分はちょっと長い。多分もう何千回、初めてこんな飛ぶんだかも。はい、じゃあ完成。完成できました。調べるところによると、朝は卵、まあ、アボカドベークドアップル、ベークドアップルにピーナッツバター、そう食べるって書いてあって、であとプラス、チェリートマト、プチトマトに、マッシュルームって書いてあったから、この中にオムレツの中に入れました。マクベが多分ピーナッツバターが好きなのかな、てか甘いものが好きなのか。そうね。うん、おいしい。うまっ。お、取れない。絶対おいしいやつ。うん、うまい。リンゴをタルトにスライスして、シナモンとココナッツオイル乗せて焼くだけです。この組み合わせいいね。食ってアボカドと卵とアップルを同時に。それ合わないんじゃない。合う、うん、ほんまに。うまい。有酸素どうだった。めちゃくちゃきつい。足パンパン。30分の縄跳びしないよ。今時の小学生もしないよ、30分の縄跳びは。あれはストレッチ。うん、よかった。ストレッチはいいね。ごちそうさまでした。で、この後はスナック1、ギリシャヨーグルト、はい、で、そこにナッツ。 OK、 じゃあとりあえずこの後は完食だ、ま、スナック食べましょう。OK、 スナックはね、ヨーグルト、ギリシャヨーグルトにナッツだけ入れてます。うん、まあヨーグルトは普段からうちも食べるもんね。そうね。ランチ、マクレガーは野菜をすごい食べるのと、あとはこれは胸肉、要は、炭水化物は昼は食べない買ったよね。今食べない。そう、このタイミングでは食べない。だから鶏の胸肉ともう大量の野菜で、特に、マクレガーはケールが好きらしいんで、もうケール大量に入ってます。でドレッシングとか、なんかお肉につける味付けとかも基本は塩コショウとかライム、レモンとか、そういう自然のものでしょ。そうなんで、極力こういうので油とか、まあ、オリーブオイルは使ってるんだけど、まあそういう変なものは味付けとそういうのは取らない。これがランチだ。大量の野菜に肉って感じかな。これを食べます。どう、まあ、うん。食べやすいけど硬い。完食しました。美味しいね。自然の味で、全然大丈夫で、この後、午後からトレーニングをするんで、一回トレーニングの前にプレワークアウトミールとして、もう一食食べてから、トレーニングをしていきます。 OK、 じゃあこれからこれからトレーニング前の食事とって、トレーニングします。で、
トレーニング前は、はい、マクレガーはどうすの？クレガーのコーチ、ジョージさんが言うには、おう、コーチジョージ。ワークアウトの前にプロテインを食べるべきだ。OK。で、おすすめはナッツやフルーツ。うん。ナッツはナッツで、フルーツは、ブラックベリー、ブルーベリー、リンゴ、ストロベリー、グレープフルーツなど。で、イチゴとナッツを食べます。で、プロテインを取るっていうのは、これでいいのかな？フルーツとナッツ、まあちょっと入ってるからね。そう、ちょっと入ってる、はいはいはい、本当に。ナッツはまあちょっとで、フルーツは本当に微量だけど。微量だよね。まあとりあえずコーチ言ってるんで、これを食べて、トレーニングをしたいと思います。うん。ん？ダメなの？全部美味しいね、うん、うまい。マクレガーはね、ああ見えて健康的なんだね。うん、あとめっちゃ練習するね。ネットフリックスやばい。あれトレーニングメニュースターティックストレッチング 2,3,4,5 種類、5種類ねを30秒ずつ、まあ、ストレッチ、okay. してその後にコンディショニング 2,3,4 種類の歩き方なのかな、多分まあ動物っぽいことなんだけど、okay.そしたらボディーウェイト、懸垂が今日できないからそれなし。本当はマッスルアップとプールアップがあったんだけど、うん、普通の懸垂とマッスルアップはできないから今日は代わりにプッシュアップと、プッシュアップとエアスクワット、エアスクワットね、自重の。 OK、 そう、じゃあこれからトレーニングやります。すっごいね今。10秒経過。早く早く。めちゃくちゃ目回る。あと15秒。あと1回、あと1回でいいよ。あ、もう1回いける、もう1回いける。OK 。じゃあ次、サイドキックする。サイドキックする。それアニマルフローでやってるよね。そう、今日スタート。めちゃくちゃ硬い。 OK OK、 反対の足曲げていいや。こういうこと？そう、それや。コーク何？どうやるの？こういうこと？あ、そう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 、足開くしちゃう。出して歩くのね。そうそうそう、出して、そう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 、低い体勢のまま、低い体勢のまま。あ、もうちょっと普通に、もっと上でいい。そうそう、ね、そう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 、マイケルさんが言ってる。そう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 。次がボディーウェイトのトレーニング入るんだけど、さっき言ったように2個はスキップして、プッシュアップとスクワット、スクワットね、スクワット、エアスクワットだけで何回、1分間できる限り数字を伸ばす。1分プッシュアップやって1分スクワットね。そう。お、何回やんの？5セット。5セットね。で毎回休みなし、1分1分でやればいいってことね。まあそうだね。OK。で、まあレップ数をできる限り上げるっていうのが回数を多く。OK。で、スピード重視ね。そう。OK。行こう。よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、60。フィニッシュ。
すぐスカート。そうね。よーい、スタート。オッケー、終わり。G10 だけどマジできつい。これはね、多分回数重視、いかに動き続けるかだと思うから、まあ腕立てずっと動いてるのきついけど。トレーニング後はプロテインを飲むんだけど、マクレガーはなんか牛乳をすぐ飲むんだよね。そう、牛乳も飲む。牛乳も飲むから、ホエイプロテインを牛乳で割って飲みます。チョコレートに牛乳入れて、めっちゃうまいやつ。で、マクレガーはハイドレートにすごいこだわってて、水をもう1日かけて大量に飲むんですけど、ココナッツウォーター、これも大量に飲むらしいです。こんなちっちゃいのしかなくて、あの本当はこのよく売ってるあのでっかい1リットル2リットルぐらいのを飲んでるんですけど、僕はこのちっちゃいサイズだけ。ココナッツウォーター久々に飲む、多分数年ぶりかな、ずっと飲んでない。あれ、これ美味しいぞ。なんかもちろん砂糖不使用だし、着色料不使用だし、香料不使用、もうストレートのココナッツで取ってるから、え、ココナッツウォーターこんなうまいの、衝撃。めちゃくちゃうまいぞ。まあ冷やしたからかな、多分。そうじゃない、ぬるいのはなんかあんま美味しくないよね。これめちゃくちゃうまい。とりあえず大量に飲むらしいんで、まあ水と、ココナッツウォーターと多分コーヒー、あとハーブティーで、お酒。お酒はよくわかんないけど、でもこれも飲みます。ってことでですね、コナー・マクレガーといえばもう一つすごい有名なのがあるんだけど、ウイスキーを彼は自分で出してて、でそれをね、ちょっと今回は飲みたかったんだけど、さすがにちょっと、それを取り寄せることはできなかったんで。ああ、それだったね。ジャック・ダニエルかな、ウイスキーといえば。なんでこれが家にあんの。ジャスティンが昔飲みたいっつって買って、もうこれしか減ってないっていうね。まあもちろんもう妊娠してるんで、まあ一切飲まないんですけど、誰も飲んでないって。まあうちもお酒飲まないんで、基本的には。だから今回も俺だいぶ久々だな。このわけだけは飲むらしいね。そう、だからなりきらないと。そうってことで、ちょっと格好もね、マクレガーっぽい格好からなりきんないといけないからね。ちょっとじゃあ飲もうかな。ストレートで飲むのかな。ストレートで飲んでたね。買った、ずっと開けてないからね。くぅ、こんぐらい、こんぐらいでいいかな。そんぐらい。おお、どう。で、ウイスキーとマクレガーはだから甘いものが好きだから、ダークチョコレートの食べるんだよね。そう、ダークチョコレート、はい、その組み合わせをちょっとねもう食べる。イメージこれ、強い、これをイメージしてます。どう、久しぶり。うん、強い。味はうまいけど、チョコレートが好きっていう情報が入ってるから、今回は 72% カカオ。夕食です。コナマクレガーは、まあ夕食は牛肉とか、あと鶏と、あとサーモン、うん、だったら多分何でもいいんだけど、今回牛肉を選んで、で牛肉の場合は牧草牛だけを食べるらしいんで、わざわざ牧草牛を、探して買いました。なんで牧草牛と、あとはまあサラダと、炭水化物を食べるのがこの夜のタイミングで、これはだから、さつまいも、さつまいもに牛肉に、ケールと、野菜を入れてます。まあ、一応トレーニング後にも炭水化物は取っていい。あ、そうか、トレーニング後も炭水化物は取っていいよくて、で食事として入れてるのはだから朝昼晩だとこれだけだよね。まあね、でもまあなんか朝にパン食べる日とかも。そうだね、だから今回選んだのは、そのこのさつまいもだけ夜に食べる、あとは間食で、ちょいちょいナッツとか、まあナッツとか食べてるから、
いいんですけど、まあ夕食こんな感じで、まあまあタンパク質は食べるんだよね。そう、タンパク質がすごい大事。そう、タンパク質を結構メインに食べて、であとは野菜を大量に食べるっていう。で、炭水化物は玄米かさつまいもから取るだし、であとは間食でナッツとか、まあ、そういうのを取ってみたいな。まあ果物も食べるからね。あとはコーン、これも食べます。普通に茹でたコーン、まあクレガーのあのインスタに出てた。そうそうそう、から、まあ、普通にこれも食べます。あ、美味しい。グリーンピースでしょ。グリーンピースか。それもなぜか貝だった。うん、以上でコナー・マクレガーの1日、ダイエット食と、トレーニングをやりました。まあ実際やってみて、まあ、食事に関しては、まあ、タンパク質をメインに野菜をすごい食べる。食事自体もすごい美味しいものが多いし、まあ、元から自分が好きだったものが多かったんで、本格的にこれだったら、まあ、ベースの食事としてやっていくのはありだなと思いましたね。まああのウイスキーは飲まなくていいですけどでもなんか間食の取り方だったり内容だったり、まああと甘いものが、マクレガー甘いものがすごい好きだから、甘いものを俺は食べるんだっていうそのスタイル。ただ練習はめっちゃ、まあ今日の練習はもちろん、格闘技の練習とかを一切出てないから、まあほんと自重のトレーニングだけとか、まあ、縄跳びとか、まあそういう基礎的なことをやったんですけど、まあそれをやりながらも、まあ俺は甘いもの好きだから甘いものを食べるんだ、でも練習は人一倍やるぞっていう、まあそういうスタイルも、まあなかなか面白いですよね。まあそれぞれに合う食事を多分やっていくのをが大事だし、だからそれを見つけることが大事ですよね。自分が一番ベストを出せる、パフォーマンスを出せる。でもちろんやっぱり、格闘家だったりこうアスリートっていうのはパフォーマンスをしないといけないから、やっぱそこに一番ベストな食事のやり方だったりトレーニング方法っていうのを、学んでいくのが大事だと思います。だからいろんなことを、実際やってみて経験してみて、何が自分に合うのかっていうのを探していくのも、まあそれもまた面白い、経験かなと思いますね。だから今だからこそなんかそういうことも、挑戦できると思いますので、皆さんもぜひ、まあ、聞いた情報だけではなく実際に自分でやってみて、感じてみてください。これがコナー・マクレガーのダイエット食とトレーニング。以上です。ご視聴ありがとうございました。それじゃあもう夜なんで寝ます。おやすみなさい。バイ。